はい、今日は8月26日です。今日はスマホから動画をアップします。一番言いたいことは 5G コロナの対策ですけど、一番簡単にできるのは手洗いだと思います。手洗いで手をきれいにするのかっていうと、そうでもなくって、水で手を洗えば体をアースすることになるんですよね。無駄な静電気を流してしまうと、やっぱ電磁波が体にあれして、無駄な電気があればそれの方が影響があると思うんで、なるべくフラットな状態で体の中の静電気をね、で手洗うのが一番手っ取り早いんじゃないかと。だから日本人がよくトイレ行って手を洗ったり、毎日お風呂入るんで、コロナの患者が増えないのはそれじゃないかなとも思います。とりあえず一番簡単なできる方法だと思うんで、おすすめします。お願いします。